女優の吉高由里子が世界エイズデーの12月1日、日本武道館で開催されたエイズ啓発イベント、アクト・アゲンスト・エイズに出演し、友人でお笑いコンビ、ハリセンボンの近藤春菜、女優の森カンナと、女性3人組ユニット、パヒュームのレーザービームをダンス好きで披露した。吉高の発案で結成した即席ユニット、パヒューム。 1>, 1日5時間の練習を1週間積み、パフュームの3人から直接アドバイスを受けるなど、本番に備えてきた。前夜も深夜2時まで、近藤の自宅でレッスンしたという。たどたどしいながらもカンコピ、すると、春菜こと、は、しわ極度の緊張から、おえとおえつ。吉高こと、ゆりちゃんは、ここまで来れたのも、皆さんのおかげじゃけと。 本物になりきって9000人に感謝していた。その後、本家、パフュームの3人が登場し、1曲目に、レーザービームを披露。あーちゃんは、さっき、どちらの偽物が来たじゃろう。ステージ上では偉そうなこと言ってましたけど、彼女たち、裏ではバキバキに緊張してましたと暴露していた。こちらのニュースは、 ライブドアニュースより引用させていただきました。